府中市立府中学園は、広島県府中市にある公立の義務、教育学校である。なお、府中学園は、府中市立府中小学校、府中中学校との小中一貫工事の愛称でも、あった。府中市旧市街地のほぼ中心付近に位置する。文部科学省エコスクールパイロットモデル事業、認定校。府中市立、 第二中学校として開校した東校は、その敷地南西側にあった JT 府中工場が2002年に撤退したことに伴い、元々の高地とその跡地を利用して、小中一貫校を整備し、府中市立東小学校、西小学校、広谷小学校、岩谷小学校の小学校4校と、第二中の中学校1校を統合した、府中学園として2008年4月に再開校した。 2010年度 b c s 賞受賞、同年度日本建築学会作品選賞受賞。2017年4月義務教育学校へ移行した。府中市立第二中学校府中学園南西側の QJT 敷地が現在の校舎、北東側の旧第二中敷地が現在の体育館棟にあたる。敷地面積は 南側が27,569平方メートル、北側が28,45平方メートル。鉄筋コンクリート構造一部鉄骨作り。階数は地上3階、東屋1階。校舎地には小中学校それぞれの校舎、中庭を置き、その2つの間を共用スペースとして、図書館やプールが置かれている。体育館棟は校舎地から、 府中学園交差点の対角線上に位置しており、32メートルの通路で結んでいる。設計は、日本設計、思考は体制建設、関連工、三期工業、JV。ありがとうございます。